はい、今回はですね、スパイファミリーのお話をしていこうかなと思います。現在ですね、スパイファミリー展が開催されております。東京会場とね、大阪会場だったりとか福岡会場、札幌会場ということで、まあ、2023年秋とかね、今現在開催されているのは関東圏なんですけれども、8月に大阪ですね、で各地での開催が予定とされております。なので現在こちら東京会場の方で7月20日から8月13日日曜日まで全日日時指定制で開催されております。松屋銀座8階イベントスクエアでの公開となっておるんですよね。まあ、実際ちょっと私も行けてないんで何ともなんですけれども、まあ、ツイッターとかの方でね、結構行かれた方のコメントだったりとか、もしくは公式の方が出してる写真とかもあったので、そこをピックアップしていこうと思うんですけれども、非常に、ね、内容としてはめちゃくちゃクオリティが高いんですよね。でこのスパイファミリーっていうところの作品の内容だったりとか、例えばなんですけど、こういうミッションを進めていくっていう内容になっていたりするんですよね。照明写真機の入り口がすごいクオリティが高かったりとか、そこから入っていくと、まあ、ワイズの隠れ家セーフハウスなんですけれども、来場者はワイズの新人スパイとなって研修として凄腕スパイ黄昏に扮した精神科医ロイド・フォージャー、そしてその家族と関係者を調査することになっておりますというね、縦でねハンドラーが出ているんですけれども、このね背後のね絵とかもすごいこだわりが見れるんですよね。でしっかりスパイファミリー展なので、しっかり原作の最新話まで出ているので、メリンダだったりとか、こうデズモンド家に関しても最新のものが出ています。まあ、これを調査してくれというね、こうミッション感覚なんですよね。でちなみにそのミッションをクリアしてくることでステラが手に入ったりとか、こういうちょっとゲーム性というところも楽しめる内容となっております。あとは単行本コミックに出てくる椅子ありますよね、あの椅子の実物が展示されていたりとか、ファンにはねたまらない内容となっております。でそんなねスパイファミリー展なんですけれども、今回ねちょっとピックアップしていきたいのがコメントなんですよね。今回公開にあたっていろんな作者さんがコメントを残しております。おめでとうございますという感じですね。親へのメッセージということで色紙にねコメントをしているんですけれども、それが結構面白いんですよね。もちろんアニメの主要キャストのね谷崎さんとか江口さんとかも絵付きでコメントしております。で個人的にその中で一番すごい良かったなと思うのが、この音とまれのアミュー先生ですね。こちらスパイファミリー展開催お祝いメッセージということで、公式のツイッターのスパイファミリー展公式のツイッターの方でつぶやかれているんですけれども、この絵ですね、はい、もうこれ見た方多分おそらくうわーと思ったと思うんですけれども、アーニャとロイド・フォージャーですね、まあ、黄昏ですね、まあ、これアーニャに関しては花を持っているんですけども、ロイド黄昏についてはあの過去回想の時なんですよね。本当は自ら家族を失って戦場に赴いていた黄昏ってところが描かれております。これに花を渡すアーニャってところがもうちょっと痺れますよね。まあ、これほど素敵すぎるスパイファミリーのこう絵もなかったんじゃないかなということで、まあ、絵もねこの音とまれの、ね、アミューさんのこう絵の感じなんですけれども、まあ、スパイファミリーのすごいねこう伝わる部分がたくさんあって非常にいいなと思います。まあ、そんな感じでスパイファミリー展続いていくんですけれども、ぜひ、ね、皆さん行かれた方の感想だったりとか、良かったようでもいいので、ね、コメントいただけると嬉しいです。個人的には今回紹介したかったのはこの音とまれアミュー先生のこのねお祝いメッセージです。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。